8月27日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は続落です。今日の大引けは昨日と比べて82円ちょうど安の 23,208 円86銭となりました。トピックス東証株価指数も 8.59 ポイント安、 JPX 日経400も 74.38 ポイント安とそれぞれ下げて終わっております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 37%、 805銘柄、これに対して値下がりが約 59%、 1287銘柄となりました。トピックスの規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って下げております。このところ堅調な展開となっておりました新興市場マザーズ指数やジャスダック平均なども今日は下げておりまして、東証一部の大型株から新興市場まで揃って下げたという状況です。最も下げ幅全体的に限定的でありまして、大きく売り込まれたという感じでもありません。積極的な買いが手控えられる中で換金売りあるいは利益確定の売りなどに押されたという状況であります。商いも全体的に少ない水準です。大引け段階売買高9億2300万株余り、10億株には届きませんでした。売買代金が1兆7234億円ということで1兆7000億円台前半ということですから、これも少ない水準にとどまっております。今日は朝方は買い注文がやや優勢でした。昨日の欧米市場、特にアメリカにおきまして、ナスダック指数や SP500 などが最高値を更新したという堅調な展開を追い風といたしまして、買い注文がやや優勢で始まりました。日経平均プラスで推移する場面もありましたが、その後、売り注文が優勢となりまして、マイナス圏に転じ、基本的にはマイナスの水準で推移する時間が長くなりました。今晩日本時間の今晩にカンザスシティ連銀主催の経済シンポジウムで FRB のパウエル議長が講演するといったスケジュールもありまして、このあたりを見極めようといった動きが強まったこと、さらには南シナ海などをめぐる米中対立への警戒感、さらには国内の政治情勢なども積極的な買いを手控えさせる要因となりまして、小口の売りに押されたというのが今日の全般の動きでありました。そういった中で株価全体の約6割近くが下げたという状況でありますが、下落した銘柄といたしましてはレーザーテック6920が売られております。こちらに関しましては半導体関連株がピークアウトしつつあるのではないかという見立てがある中で、海外投資家などの売り注文に押された形です。マスクブランクス検査装置の先行きの競争環境の激化などを懸念した売りが出たという見方も出ておりました。逆に上昇した銘柄といたしましてはリクルートホールディングス6098、こちらが商いを伴って上昇しております。昨日引け後に4、6月期の決算発表を行いまして、こちらは減収減益となっておりましたが、ひとまず悪材料出尽くしと、信用の売り残も溜まっておりましたので買い戻しが優勢となり上昇して終わっております。以上、今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。